たんですよ。この先どうやって食べていこうかな、欲しいかな。で、その時にこんな話を相談したらある人から、じゃあだったら、ね、直せる方法を覚えればいいじゃん、直せる方法ができたんだよって、で教えてくれてる人がいるよっていう話を聞いて、で坂戸先生っていう人がいて、干渉法って治療法ができたんだよって話を聞いて、ね、説明お話ししてるから聞きに行ってみれば。で、僕ね、すぐにですね、申し込みして来たんです。この学習会っていうかですね、もともと坂戸先生がやってたんですけども、皆さんが今ここに座っていただいてる側に、僕そちらに座って先生の話を聞いたんですね。で、午前中の話を聞いてね、その時にもうその午前中の話で僕は理解したんです。この治療法ならば間違いなく人は治せる、人は治るっていうことを僕は理解したんです。で、その日のうちにすぐに、ね、勉強させてくださいということで、弟子入りのような形をして、その1年後に認定、技術を認定していただいて、認定技術者ということでですね、今毎日治療をしています。